遠く重なる紀伊山地の山並み、小石高原のススキが風に騒ぐ和歌山県清水町です。清水町の人口およそ6100人、かつては1万3000人の人口がありました。最近オープンした町営の温泉、毎日町外から大勢の人がやってきます。木工品から農産物まで、清水で作られた様々なものがよく売れていました。見事な段々の田、山あいの楠本地区は山村留学で関心を集めています。児童数12名の楠本小学校、そのうち4人が山村留学の子どもたちです。それでは、4年生は96ページ、4年生3人3年生2人の国語の時間、内容が違うから先生は大変です。秋久くんは大阪から山村留学して2年目です。たけしくんは9月にこの学校に山村留学しました。たけしくんは楠本でも奥に入った坂本さんのお宅に預かってもらっています。鬼みたいに怒る、うるせえ。夏から住まわせてもらったのですっかり懐いています。叩かれるし、うるさい。開いた。京都に出た娘さんの部屋を使わせてもらっています。あった。あ、こら怖えな、いいよ。おばちゃん、おーいよ、はい、よっしゃ。猿が逃がせみたいよ。はい、キャッチピッチャー。はい、よーキャッチ、よーキャッチ。柿を持って5年生の知恵遅れのゆきちゃんのお家を訪ねました。怖かったね、ゆきちゃん。ゆきちゃんですね、これね、高いところになったよね。これね、ゆきちゃん、木あるやん、あれろ、その木のね、細いところに登ってね、落ちそうになったね。怖かったね、ゆきちゃん。他の木のところにね、かけてね、ほいで、危なかったね、ほんまに。5年6年の社会の時間です。6年生は歴史です。それから町人に対して厳しい仕組みや決まりを作って。6年生の圭司君は山村留学2年目です。秋久君と一緒に田植さんというお宅に住んでいます。まとめて出ていた工業製品あるでしょ。5年生は工業の勉強です。みのるくんも9月からの山村留学です。みのるくんは吉田さんのお宅に預かってもらっています。同級生の真帆ちゃんが遊びに来ています。一輪車に乗れなかったみのるくんですが、吉田さんの特訓のおかげで上手になりました。学校農園でさつまいもの収穫です。まるまる太った子豚ちゃん。他にじゃがいも、白菜、ナス、トマトなどにお米も作っています。土と人間の関わりがどんなに大事かを少しでも分かってほしいという願いが学校にあるのです。給食は和室です。
全員正座していただきます。自然に恵まれた楠本では山が良い勉強の場になります。今日は校長先生と自然観察です。山村留学で都会では学べないものを知り、人生のどこかで思い出してほしいと先生は話していました。かわいい花の咲いた草があったんだけどね、うん、もうこの草なんていう草だか知ってる人あるかな。知らん。ちょっと葉っぱをね1枚ずつ取ってください。葉っぱ、ちっちゃい葉っぱ、うん、葉っぱ、うん、はい、ちょっとその、葉っぱね、はい、口に入れて噛んでください。しっかり、しっかり噛んで、しっかり噛んで。にげー、にげー、すげー、にげー、にげー。これね、薬の草、薬草です。胃の薬なんかによく効くと言われてきました。教頭先生が名前覚えてください、はい、これね、せんぷり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 。あけびを見つけました。なんというか僕の音でかわいいよ。カラカラ見たい。秋の運動会の日が来ました。さあ、つけとけ。ケイシ君がユキちゃんと一緒に玉転がしです。しっかり、しっかり。1年生から6年生まで一緒のリレーが始まりました。ゆきちゃんも頑張ります。そしてたけし君、リレーは一度走っただけではすぐ終わってしまうので二度走ります。アンカーのけいし君はまた1年生にバトンを渡します。あきひさ君、その前を行くみのる君、マホちゃんから田中健一君に立ちいただきました。健一君、頑張れ、頑張れ。先生たちと子どもたちの綱引きです。一度目先生たちが勝った後の二度目の勝負です。今度は子どもたちが勝ちました。楠本小学校は楽しいし面白いよ。ぜひ来てね。青石真帆、楠本は星がいっぱい見えます。ぜひ来てください。青木実、短冊をつけた風船を飛ばします。僕は4年生の白石武史です。9月から楠本小学校へ行きました。坂本さんでお世話になっています。どうぞよろしくお願いします。次の科目は図工です。これから旗回りをします。僕は4年の竹内明久です。今は田植えさんのところでお世話になっています。僕は5年生の青木実です。9月から楠本小学校へ入ってきました。吉田さんの家でお世話になっています。秋久くんのお父さんお母さん、実くんのお母さんも声援を送ります。運動会は楠本の人たちみんなが楽しみます。
学校が地域の中心だということが一番実感される時です。学校が過疎化を克服していく心の拠り所となっていると言えるでしょう。